よし。皆さんおはようございます。バーチャル鳥族の里在住、鳥道チュンでございます。おはようございます。本日は、先週の続き、マインドクラフトの、やっとね、村にベッドと松明を返しに行きたいと思います。一番初めに、マイクラを始めた時に、近くに、私の拠点の近くに、村がございまして、で、ちょっとね、最初だったもので、作り方がね、全然わからなくて、村から借りパクしてたんですけど、今日は、やっと自分で作れるようになったので、村に、ベッドと松明を返して、で、ちょっと時間があれば、村の中を、まあ、ちょっと見させていただこうかっていうのと、自分の拠点の畑を作って、こう、羊とか牛、そして鶏先生たちの、ご飯とか、あとは自分の食べ物とかを作っていけたらいいなと思っているので、畑作りをしたいと思います。よろしくお願いします。なおね、ゲーム配信の時は、コメントが全てにちょっと対応ができないんですが、こう、ちらっと見た時に目に入ってきたものは読み上げさせていただこうと思います。そして最後の壇上発表が最近ちょっとゲーム配信の時にできないことが多くって、最近はちょっとコメントをね、書いてくださってる方のお名前を、最後に呼ばせていただいたりしておりますので、今日ちょっとどんな感じになるかわからないんですが、できたらいいなっていう、状態です。なお、画面を見ていて、体調がちょっとしんどくなってきたなとか、頭痛、腹痛、吐き気が出てきたら、速やかに画面から目を離してゆっくり、お休みください。では、やっていきたいと思いますので、本日よろしくお願いします。ぜひね、ゆっくりしていってください。では、やっていこう。あ、待って。やる前に、私いつもあんまりこうね、環境音っていうのを配信中は聞かないので、普段の雑談配信とかはゲームの時はね、ちょっとやるんだけど。OK。では、やっていきます。おはようって、あ、ご挨拶ありがとう。やらんパパ、太郎ちゃん、みおすけ、おはよう。来てくれてありがとう。では、マイクラに、参る。よし。ということで、ここがね、私の拠点でございます。ちょっとだいぶ変わったので、それの、村から帰ってきたら、案内をね、させていただこうかなと思います。今日の鳥図鑑何にしようかな。何の鳥族にしようかしら。目に入ったものを今日は鳥図鑑にしようかな。マイクラを始めてからチュンクラ鳥図鑑っていうのを始めて、この間は低い鳥で、先週が鳩をね、掲載したんですが、あれ結構ね、自分の中でね、楽しみなんですよ。来ました、村でございます。本日がこちらの村をお邪魔させていただきたいと思います。扉がね、かっこいいのよ。これ。座布団欲しい。私の中で欲しい座布団をくれ。どうやって作るんや。あ、そうそうそう、松明を返さないといけないんですけど、これね、赤と黄色と白のベッドをいただきまして、でこれが、松明でございます。ちょっとないところにね、ポンポンポンってなんかね、結構いただいたんですよね。でどこのを取ったのか覚えてなくって、あ、なんか変な音した。で、畑っていうのはこんな感じで私も作りたいと思います。畑のね、先生がね、こちらにいらっしゃるので。どっかから取ったんだけど、あ、ここかもしれん。お、はい、下。ベッドはね、あ、ここだね。見て、多分反対これあるのよ。白いベッドが。畳なんですけど、畳のね、ベッドを返したいと思います。よし。で、ね、適当に取っちゃったからな。あ、ここないからここだ。何色だろう。黄色かな?多分。返す。ありがとう。部屋の中もね、あ、松明だね、ここ。よし。こむかな?知らんけど、適当に。で、私結構、借りたのが、ここら辺のを借りたんですよ。中のをね。中のと、多分、外側も借りたとは思うんだけど、順調ですね。多分ベッドはね、これだけだったはずなんですよ。よし。これ聞こえます？鳩の声。あれがね、あ、前回、あ、何の鳩やったかな？鳩がね、鳩の説明をさせていただいたんですけど、マイクラじゃない、ツタヤじゃないよツイッターなんでツタヤ出てきた？間違った。で、この赤いベッドは、私自身がね、ここの、村で借りたやつを赤い染めるやつで染めて赤いベッドにしたんですよ。だから返すとこって正直ないんですけど、まあどっかに、あ、なんだ、あ、なんかいっぱいある。ここにでも置かせていただこうかな。ありがとうございました。置けるか？あ、置けた。じゃがいもとりんごと、なんだこれは。金塊っていうのかな？金の魂ではないはず。キョロキョロ、キョロキョロ。よし、誰も見てないな。よし。みんなと私との内緒やで。じゃがいも、りんご、タンポポはいらん。よし。なんて書いてる？金の、なんだろう、1号。何これ。キーの苗だ。前の、マイクラのアーカイブ見たら、なんかさ、苗のことを、原木って言ってて、あれ失礼しました。あ、ハトですね。キジバトと、なんとかバトっていうのがいて、今泣いてるのはこの子なんですけど、キジバト。もう一体なんていう鳩だったかな？忘れちゃった。2階。あ、ここにもあるじゃないか。よし、誰も見てないな。よし。あ、そう、このね、ポピーとタンポポは、さっきのとこいただいたらよかった。これ、後々、あれになります。ベッドとか、なんか染めるやつ。あれあげる。ぶつぶつ交換。いらんもんないんだよな。いらんもんないんだよな。石あげる。石っていうのはこの丸石なんですけど、これね、なんかの役に立たせてくれ。あともう一個、どこだっけ？どこからいただいたかちょっと、ぶつぶつ交換。勝手にね、持ってっちゃうとなんか歯切れが悪いので、ぶつぶつ交換。どこからもらったっけ？覚えてないっていう。そういうぶつぶつ交換にしたら、いいじゃないの。なんか大きいお家からもらったんかな？あ、ここだ。違う、ここじゃない。あっ見られた。めっちゃ見られてる。やはーで、一緒に寝るんすか？これ、どう見てもシングルなんだけど。ダブルはちょっときついんじゃないですか？ダブルで。あっ見てはいけないものを見た気がした。梅を。ちら。ちょっとこれシングルでしょ。どう見てもベッドシングルだよ。あ、見たらダメなのかもしれない、ここちょっとなんか、察してってなんか言われた気がした。ちょっとこれから、ナイトタイム。ナイトタイムなんかもしれん。おやすみからのおはよう。かわいい。何？にゃーんって聞こえ、なんかすごい見られてた気がする。ナイトタイムだったわ。やだ、朝から。もういなくなったかな？あっ見てません。押せ押せ押せ。朝からイチャつきやがって。朝からイチャつきやがってよ。やば。あ、誰もいない。よかった。あ、ここかな？ありがとうございました。いただいたので、物々交換。木はいらん。めっちゃあるからね。いやー、イチャイチャしてたわ。ラブラブですな。あそこなんかエメラルドあった、めっちゃ。物々交換後で行こう。ちょっと今はね、二人の世界になってるので。この窓ガラスもいいよね。カウンターありがとう。村襲撃って。そう、村をね、どんな感じに。おー、お猫様。ぽっちゃん言うた。あ、お風呂ですか、それ。それはお風呂ですか？公開お風呂ですか？ぼっちゃん言うてるやん。あ、ここにもある。お風呂ですか、これは。私も入っていいんですか？あ、おっと、危な。近い。もういいよね、そろそろ。お二人の世界終わったでしょ。あ、いないわ。よし。これ上げすぎだな。よし。よし。物々交換。なんかの役に立ててくれ。丸石もね、掘るの大変だから。何の音？汽車みたいな音？なんかさ、SL の汽笛みたいな音がした。お、びっくりした。あ、これは、腐った肉とエメラルド変えてくれるんか。すごい。レッドストーンはね、実はあるんですよ。そう、ちょっとね、掘ってたら見つけたのよ。ちょっとご教授いただいて。これ何？なんか赤い下が。なんだろう。あ、ピアノ！ビートルートの種。はい。進歩達成、種だらけの場所。おー。戻したよ。戻した。なんだろうと見たんだけど。ピアノ出てきてびっくりした。こうやって作るんですね、先生。はあ。なるほど。これをね、私の自分の村に行って。コーン。どうしたん？あれ鳴らすとなんかね、村人が、なんかすごい勢いでさ、行くのよ。敵襲ってことかな。ということで、村のね、散策も、したし、松明とベッドも無事に返したし、物々交換もしたので、自分のね、拠点に帰りたいと思います。いや、一番のやっぱね、収穫は二人の世界でしょう。イチャつきよってあ、察して、そう。これから二人の世界に入るからちょっと、部外者は出てってもろて、みたいな。感じのなんか雰囲気だった。ちょっとこれから2人の世界だからって。ちょっとどっか行ってもろてみたいな感じだったわ。いや、収穫収穫、ほっほっほっほ。私もね、ちょっと石必要なので、あんまりあげれなかったんだけど、よいしょ。収穫収穫、あ、そう、この間鶏肉、これ生の鶏肉って言って、これも鶏肉なんですけど、落ちてたんですよ。鶏はね、これラム肉、あ、これあれですね、第1回目のマイクラの時にやっちゃったお肉ですね。鶏肉がね、落ちてたんですよ。自分からはちょっと殺傷はしないんだけど、じゃがいもって植えれるんかしら。ちょっと持ってってみようかな。本って何する？本って何するんだ？近海。うん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 。こんなもんでしょう。で、サクッと。トウキビは植える。まあ、このお花はあっち側ですな。あ、そう、ここの柵ね、変わったんですよ。後でちょっと上からお見せするんですけど、めっちゃ増えた。めーめー言うてる。めーって言ってる。最初4つか3つぐらいの、柵を、この間はね、作ったと思うんですけど、後で見せます。この中もね、だいぶ変わった。クワは向こうにあるはずだから、スイカ、サボテン。あ、どこのけたっけ？あ、違う違う。こっちか。あれ、どこだ？あ、これだ。後でね、染める、こんな感じで。なんて読むんだろう。染め料。で、ベッドも向こうにあるので、もう持っていくもんは特にないかな。ということで、柵はね、こんな感じで増えました。で、なんでこれ羊をこんなに分けてるかというと、それぞれの染める色に分けたくて、とりあえずこんな感じでね、分けております。では、畑の場所に行こう。畑はここから行けます。あれ？あらろろろ。よいしょよいしょ。めいめい言うてるわ。来ました。ここ。持っていくもの、とりあえず種と、サトウキビ、じゃがいも植えれるのかわかんないけど、あとクワと、こんなもんか。スイカ、かぼちゃ。多分こんなもん。よし。ここです。畑。あー、真ん中から行くか。やったことないからわっ、おお、こうこうこう、こうだ、こうだ。いい感じ。よし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 。こんなにいるのか知らないけど、とりあえず。お、落ちた。うん。夜になった。おやすみ。おはよう。よしよしよし。あ、真ん中だけにしたらよかったな。土。お、ちょっと失敗した。よし。ここも。あ、間違った。あ、石じゃない。土乗せたらいいのか？あ、これでいいんだ。よし。うん、よし。そして、オッケー。と、あ、水の音がいいです。オッケー。そして種。種。あ、育つの早いですね。ジャンプしたらいかんのでしたっけ？よし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 。あれ、サトウキビって。え、ありゃりゃりゃ。やっちまったよ。やっちまった。ジャンプした。あれ？サトウキビって砂だっけ？やってみるか。うん、できないですね。砂か。砂なんかあったっけ？あった。じゃがいも。よし。こんな感じで。ここ砂か。じゃがいもで掘る。砂でしたか。なんか竹に似てる。見た目が。おお、なんでや。砂がいきなり出てきた。うん。よし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 。もうちょっと植えとこうかな。うん、違う違う違う。動かなかったわ。なんで？なんかできないんだが。土に変わる。ほら。なんでや。こっちはできるね。あ、なるほどね、わかった。水がないからだ。意味がわかったぞ。よしよし。これで。あと水をちょっと足して、やったらいいかな。水を足しに、あ、バケツある。よかった。水を汲みに行かねば。近くにね、川があるので、ちょっと追加して、やっていこう。川。また、おどどどどどどど。いや、ちょっと待って。違うよ。ね。こうよ、こう。すごい鳴き声したね、アルパカあ、ラマ。間違った。ラマ。あ、そう、ここもね、あれ、鉄格子なので、鉄のボタンをね、作らんとあかん。よし、増えたかな。まだ足りんぽそう。だけど、まあ。あ、オッケー。なくなったサトウキビ。あ、あった。よし。うん。ちょっとまだ水が足りませんけど。さて、ここはね、何しよう、スイカ、でもスイカ結構いっぱいあるからな。これ、小麦って作れるんだろうか。ちょっとやってみるか。少ないけど、ちょっとやるところが。小麦はできないのか。あ、この種がもしかして小麦の種って買い取るやないかい。いや、これちょっと、あれですね。あっちでやるか。うん。下駄なの。かぼちゃの種ね、私の世界では下駄なんですよ。オッケー。全部埋めれた。やったー。水汲みに行こう。夜になってきた。おやすみ。カウンターありがとう。花火来たよって教えてくれてありがとう。花火パチコタマコありがとうございます。お種まきカウントコメントからありがとう。タヤにベッドは売ってないのねって、そう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 。あ、返せないのねって。そもそもこの世界にツタヤがあるのか。あ、作ったらあるかもしれん。川。おいり。あそこの穴どうにかしとかんといかんな。よし。埋めとくか。埋めとくか、危ないから。こう、なんでこんなに穴開けたかっていうと、砂をね、取りに来たんですよ。粘土があるから、これはちょっとここ置いとこうかな。砂をね、取りに来たんですよ、ここに。よし。でもちょっと危ないから、埋める。あー。土めっちゃいっぱいあるので埋めちゃう。あ、粘土はまた取りに来よう。よし。うわびっくりしたが、なんかゲップみたいな音したけど。豚さんの鳴き声がちょっと似てたわ。ここら辺少ないよね、水が。まだ足りんの？なんか近くにないかな？池まで行くのがちょっと大義。あっ！ちょっと近くに川ではないけど、小さい池みたいなとこがあった気がする。あ、これ。これ。あっちまで行かんでよかった。ここでいいや。ここで組みまくろう。池まで行くのがちょっとめんどくさかった。いいところに池あった。あ、ここ潰さんとあかんなーと思ってたんだけど。ちょっとしばらく水をね、汲みます。よっしゃ。バシャンバシャン。だいぶまだ足りひんな。特にこういっぱいにせなあかんってことはないんですけど、自分的にちょっと神経質なもんで、満杯になってないとなんか気が済まんみたいな感じ。あと5回ぐらいかなあかんかもしれん。なんか中途半端に減ってると気持ち悪いというか、なんだろうな。もし畑がさ、火事になったらあそこでやったらいいわ。組んだら。バケツリレーよ。私の頭の中で裏でやったらいいかってちょっと考えちゃった。いっぱいにする裏でやったらいいかなってもちょっと思っちゃった。昼ですか？あ、お昼だそうです。今音楽は鳴ってると思うんですけど。お昼らしいわ、今。こっちの世界では。ここはまあまあまあ。あ、まあこんな感じでいっか。昼だわ。バケツリレー。消防隊員の、あ、ちょっと待って。あ、いた。失礼しました。今音楽は鳴ってるからちょっとかぶるかなと思って。よし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 。おーあいた。これって取っていいんかな？早かった？早かった？もしかして。どんな感じでもうできてるのかっていうのがわからなくて。もう小麦できたんかなと思ったら、早かったっぽいですね。え、嬉しい。ちょっと写真撮ろう。ここぐらい。よいしょ。やったー。あ、投げちゃった。ちょっと待って。投げちゃった。私とみんなとの内緒やで。こうやってやりたかったの。間違って投げちゃった。よし。ぽーいって投げちゃった。ということで、畑が出来上がったので、これは持って帰るとして、バケツ置いとこう。砂も置いとこう。石あるし、土あるし、木ないな。木ないな。まあ、いいか。で、フェンスを作ろうかな。もうちょっとここ広げて。しなくていいか。フェンスいらないか。あ、水の音がいい。羊のところの、なんか、あれしようかなと思ったんだけど、フェンスいいや。あー、水の音がいいですね。よし、返しに行こう。よし。どこやったかな？違う。ここだ。からの、これだ。オッケーオッケー。できました。あら、もう夕方。一日が早いわ。あっという間。あっ！ワンじゃないよ。あなた、迷い込んできたの？草がボーボー。こんな生えてたっけ、草。ワンじゃないのよ。ちょっと、ワンじゃない。狼苦手。肉やってみるか。肉やってみるか。初めての。あれ、肉どこ？ちょっと狼手なずけてみるか。裏でやったらちょっとストレートパンチ食らわして怒られたけど。ちょっとやってみるか。練習しないと。あれない。あったあったあった、これです。初挑戦。肉。こっちでやったらダメなんだね。オッケー。こっちはストレートパンチだから。あれ？いない。肉持ってきたのに。せっかく肉持ってきたのに、いない。え？なぜ？ラマさんがいました。狼いなくなりました。だいぶ裏切るね。やば。ここに戻しておくか。私の初挑戦だったんだけど。あ、そうだ、せっかくここ来たからあれしよう。これね、ほぼ、この間メサっていうところに行ったんですけど、今度そのメサのこれ、なんて言うんだろう、テラコッタっていう素材なんですが、これで、そう、私この赤色のテラコッタがすっごい欲しくって、これでね、和中華建築ができます。めっちゃホリホリしてるんですけど、こっちもあって。赤色。これで和中華ができるよ。もうこれほとんど、テラコッタなんですけど、めっちゃ掘ってるでしょう。白と、赤とオレンジと、あと茶色とかが特に欲しくって。なのでテラコッタをひたすら掘りまくる作業配信もまたどっかでしようかなと思います。メサは、あ、フクロウ！今日フクロウにしよう。今日の鳥図鑑、フクロウにしよう。おー言うてる。カメラ目線の時にちょっと写真を。あ、今だ。おー、フクロウ、あとね、今茶色のフクロウがいると思うんですけど、白もいるんですよ、実は。白はね、ちょっとこの辺りではなかったんですけど、見つけたとき。もうちょっと山の方に行ったときかな。今日フクロウにしよう。うおー。どうしてもさ、豚さんの鳴き声、ゲップの音に聞こえるんだよね。やば。ということで、今日の配信はもうこれで終わろうと思うんですけど、あ、犬じゃない。あ、いた。今じゃ。肉を。これでさ、ストレートパンチ食らわしたらごめんね。間違って。こっちはダメと。オッケー。肉だよ。いるかい？あげれた！やったー！ストレートパンチ食らわさなかった今日は。やったー！嬉しい。お肉、鶏肉とかって食べるんかな？ちょっとやってみるか。これ何肉？ラバードミート。これはどうですか？こちらはいかがでしょうか？この肉は。あ、これも食べる感じですか？これ鶏肉なんですけど。食べた！やったー！もうないの。あ、あるけどないの。もうない。こっち見てもダメよ。お座り。うん。今うなずいたよね。ないのって言ったら、わかったみたいな。お利口さん。よかった。噛みつかれなかった。あるけど、そう、そんなにね、あげても、あれやから。森へお帰り。私さんじゃないからさ。モロのとこにお帰り。モロかもしれん、もしかしたら。モロかもしれん。山へお帰り。そこに。そこに。あっちに狼の群れいたでしょ？言ってるんだけど。こっち見てもダメだよ。山へお帰り。そこの松に。松に。最近、狼が、ここら辺に、群れでいたんですけど、なぜか一匹ちょっと迷い込んだみたいで。あれ、モロかもしれん。もしかしたら。もののけ姫の、いて。なんかついてきてる？豚さんだったわ。ついてきてたのは豚さんだったわ。ここら辺にね、よくいるんですよ。狼の群れが。今日いないな。どっか行っちゃったんかな。いやー、なんか嬉しかったな。一番最初にさ、撫でようと思ったらストレートパンチ食らわしちゃったから。ということで今日はこれで終わりたいと思います。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。さあ。遠くから見てる。ね。あれってというか、慣れてくれるんだろうか、懐いてくれるんだろうか。森って、竹短くねて、あれね、サトウキビなのよ。竹が欲しいの、私。やからちょっとね、ジャングルを探してて、ジャングル探してるんだけど、なかなか見つからんくって、この間、カエデかななんか赤い木を見つけたから、赤い木と、キノコか。で、それをなんか、持って帰ろうと思って、鉄の、あれなんだ鉄のさ、掘るやつでやろうとしたら、崩れちゃって、あれこれ取れないんかなって調べたら、シルクタッチっていうなんか白っぽい、掘るやつ。あれで、なんかできるみたいやから、ちょっとあれ持って、キノコ狩りもしたい。なんかやりたいことがね、いっぱいあるんですよ、マイクラ。そして、みっちゃん、竹雄さちゃんさん、ミニシさん、はじめまして、こんばんはじゃない。あかん。最近朝配信やってんのにさ、夜配信のこと、やっぱあれだね、体に染みついてるね。体に染みついてるからさ、ついつい夜の挨拶しちゃう。ということで、改めまして、バーチャル鳥族の里在住鳥道チュンと申します。ありがとう、来てくれて。これ。これシルクタッチじゃないじゃん。鉄じゃん。私ちょっと石のつるはしが好きすぎて。あ、鉄か。鉄のつるはしで取れるんかな？なんかシルクタッチって書いてたけど、白ってこれ一緒だな。ちょっと。これはね、剣です。剣。かっこいいのよ。こんなもんかな、持っていくものは。剣。と。あ、夜だわ。おやすみ。今日ね、村散策して、松明とベッドも返せたし、で、あと、畑も作ったし、水もめっちゃ汲んだし、今日のやることは終わりかな。ベッド作っとくか。そう、作れるものもね、めっちゃ増えたんですよ。ちょっと今材料があまりないので、こんだけしかちょっとないんですけど、あれ何しようとしたっけ？あ、そう、ベッド作ろうとしたんだ。あれ？あ、ベッドあれだわ。羊毛がなかったわ。羊毛こっちだ。で、松明も作れるようになったし、できることがめっちゃ増えた。あ、あれはね、これね、トラップなんちゃらっていうなんかドア。あ、何しようとしたっけ？あ、そうそう、羊毛。すぐ忘れるんだよね、やること。これだ。ほら、これがね、ベッドなんですよ。畳のベッド。で、これも松明、ちゃんと作れるようになりました。で、この絵画っていうのが作りたいんですけど、絵画じゃない。なんか額縁みたいなやつ。最近ちょっと沈没船とかもいろいろ見つけて、宝の地図とかをゲットしたんですよ。まだね、他から手に入れてないんだけど、そうそう。だから、自分ところの地図も作ったから、その地図作りみたいなのもやりたいし、なんかやりたいことめっちゃいっぱいあるね。でこの白色のベッドはちなみにこれね。これでございます。で、私の、この拠点近くにトロッコじゃないわ。間違った。廃校があるらしくって、この山と、ここの山と、こっち側にね、なんか廃校があるらしいのよ。この間探したんだけどわかんなくって、諦めてメサの廃校を見つけたから、そこからちょっと若干ね、レールいや、パクってはないよ。ゲットした。で、トロッコもゲットして、まだね、配信用に置いてるので、全部は取ってない。ちょっとだけ、取った。嘘つけれないんですよね。なんか可愛くなってきた。最初苦手だったけど。なんかずっと見てたら可愛くなってきたな。名前もろにしよう。よし、終わろう。今日は本当にありがとうございました。壇上発表して終わりたいと思います。私のルームは神セブン7位の方まで表彰の方させていただいているので、1位の方から呼ばせていただこうと思います。1位、アランパパ。ヒュー。ありがとう。2位、ツッチータン。ヒュー。3位、よつきさん。ヒュー。4位、クエンさん。ヒュー。5位、すずみやさん。ヒュー。6位、竹うさちゃんさん。ヒュー。そして私の好きな数字でございます。7位、太郎ちゃん。ヒュー。ありがとうございました。そして、壇上13位まで登ってくださった、シガニートさん、フークロさん、マタロウさん、マサさん、マーティンさん、カナポンさん、ありがとうございました。そして370名様訪問と、お種まきカウント、コメント、そして花火パチコ。昨日、ちょっと言い忘れてたんですけど、音符をね、くださった方も、ありがとうございました。ありがたき。そう、もう夜よ。早いの、噛んだ。早いわ。鶴橋教えてくれてありがとう。鶴橋掘るやつとか言ってたけど、そう、すぐ名前忘れちゃう。そして、あつ森と似てるね。あ、マイクラ。そうそうそう。私、ブロックが好きで、見た目もさ、ちょっとブロックというか四角いじゃない。なので、ちょっとシェーダーとか影もっと入れたら、滑らかにはなるんだけど、そう。ちょっとね、シェーダー増やそうかなと思ってます。今1個だけあるんですけど、ちょっとね、夜になると、なんていうの、空がさ、夜の空が、あれかな、ビットレートが足りないのかな。なんか空までさ、四角になっちゃって滑らかじゃないから、ちょっと別のシェーダー入れてみる。では終わります。ありがとうございました。またね。